ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？うなぴーも元気ですよ。そりゃもう元気元気って言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。うん、今回は人気インフルエンサーココさんのアイテムをお得にゲットしちゃいました。それがこちらですね。シャツ、アウター、ベルト付きでございます。はい、商品情報はこちらでね。そしてサイズはうなぴーは L、L でございます。やっぱりね、こういうシャツアウターだったらぴったりサイズよりもいつものね、LL がようございますね。小物のベルト付きシャツアウターでございます。スタンダードカラーに、肩の下がったドロップショルダーに、長袖はタックの入ったカフスに、ボタンが一つとなっております。ブラウンの糸で細かいステッチの入ったシャツは、後ろ身頃はヨークで切り替えております。このね、ステッチがまたいい感じでございますよね。左右フラップのついた大きめのポケットに、ブラウンのマーブル状の大きめのボタンがいいアクセントとなっております。これはなかなかね、着回しができそうでございますわね。はい、コーデをする前にうなぴーインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらシャツアウターでコーディネートしてみたいと思います。インナーはユニクロのタンクトップに、ボトムスはひなさんのナロースカートに、履いてる靴はムムさんのチェンローファーと、持ってるバッグはムムさんのツーウェイバッグで、モノマネコーデをしてみました。今息をいっぱい吸っております。さすがにぽっこりお腹が目立ちますね、これは。はい、どう、ちょっとボタンをさせてくださいませね。さすがにね、タンクトップではね、開けられないですね、ルフィはね。はあ、死ぬかと思った。はい、ボタンを止めたらこんな感じ。こちらのシャツアウターでございますね。COP 風のベーシックなシャツで、流行にあまり左右されず着用できるし、こんな感じでね、シャツとしてはもちろん、アウターとしても着用できるので、レイヤード次第でロングシーズン着用できます。付属のベルトをつけてウエストマークも作れそうでございますね。でもこのポッコリお腹はどうしましょうね。身幅はたっぷりね、ゆとりある身幅に、後ろはフナピーの大きなお尻でもしっかりカバーできる丈となっております。このラウンドヘムがまたよろしゅうございますね。スリットが入っているので、アウトでもインでも様になると思いました。ちょっとね、アウターとして着用するときは少しね、後ろを抜いてあげてもよろしゅうございますわね。本当にね、うなぴにとっては絶妙な丈感でございます。では次行ってみましょう。同色のスカートで統一感を出し、黒のタートルネックを覗かせて、共布のベルト付きなのでウエストマークをつければ女性らしいメリハリもできます。フナピーでも1ミリぐらいはメリハリができますね。
え、そう見えませんか。うん。ただベルトが小物なのでとっても柔らかいんですね。だからつけるときにね、若干ね時間がかかってつけづらかったです。そして動いていくうちにね、ちょっとずれていっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。多分フナピーはもしかするとこのベルトはあまり使わないかもしれないですね。後ろ綺麗にまっすぐになってますか。はい、次行ってみましょう。同色のハイネックニットとレイヤードしてピスタチオカラーのパンツで冬春のシンプルコーデにしてみました。シンプルイズベストでございますよ。はい、次行ってみましょう。ブラウンのプリーツフレアパンツで色のメリハリをつけて着痩せ効果が期待できます。あえてチェスターコートで合わせてみました。チェスターコートで合わせるとシャツの襟元が引き立ちます。はい、これでフナピーのスノパトン&コーデデート終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。